じてもだよ。チャンネル登録よろしくお願いします。始まるよ。皆さんこんにちは。アトオトから進化系の Android ナビが誕生しました。最後までご視聴いただき参考にしてください。 Birth of Evolution。 ジャイロスコープが搭載されました。迷わないナビに進化します。好評発売中です。X10 はアトオトゾーンというアトオトのサブブランドで販売されています。 S8 はアトオトで引き続き販売されます。最初に部品です。本体です。しっかりラップされています。部品を見ていきます。使わないスペーサー。取り付け方法です。紙の取説はなくなりました。保証内容が記載されています。本体取り付け枠。取り付け方向に注意。電源ハーネス関係です。SIM アダプター。使わない取り付け金具。S8 と共通の電源ケーブル。サブウーハー RCA 入力。 USB ポート。 USB ポート2本付属。4-in-1 アンテナです。 GPS、Wi-Fi、4G が北米と日本用の2種類。アンテナが一体化されました。Wi-Fi アンテナ。同梱物の内容です。SIM 取り出し用ピンも入ってました。他社とは違う SIM アダプターです。本体を見てみましょう。液晶がノングレアになりました。マイクが2箇所です。HDMI 入力。文字が逆さに打ってあるのは、取り付けてからジャックを差し込むときに読みやすくするためです。各種 RCA 端子、外部マイク端子、ラジオアンテナ入力、4-in-1 アンテナ入力、20ピンコネクター入力、CPU 冷却ファン。この保護フィルムを貼りました。貼り付け後の質感が良くなりました。映り込みがほとんどなくなりました。初回起動です。X10 は高速起動のみになりました。電源を外さない限り高速起動です。スリープモードまでの時間です。50秒程度でスリープになります。7mA 程度です。1週間後に完全シャットダウンします。ファームウェアは OTA でアップデートされます。とても便利になりました。S8 からの感想でしたが、配線はポン付けでした。バックカメラの接続先、 Wi-Fi アンテナはほったらかし、本体に端子を接続して収めるだけです。収まり具合です。穴加工すればもう少し奥にできそうです。車の内装パネルのように押し込むだけで固定にしてもらいたい。まずまずの収まり具合です。標準のランチャーの操作方法です。ラジオと音楽の再生停止、ラジオに切り替え。うっすら滑るのきついもありますね。いや、そうなんです。あとはこうやっぱ猫が喋ってくるじゃん。ラジオに紐付けできました。カープレイ。電話。音楽プレイヤー。アプリ一覧。純正の音声アシスタント。音量変更。イコライザー変更。音が良くなりました。Spotify の操作が可能です。ウィジェットの変更。アイコンの変更。この要領で変更できます。下側のアイコンの変更方法。ウィジェットから変更します。その他のウィジェットもあります。上部右側を下にスワイプ。通知メニュー。上部左側を下にスワイプ。操作のショートカット。目に優しいモード。イコライザー。アイコンの編集。カープレイアイコンの消し方。これで消えます。タスクはどこかな？下から上にスワイプ。最近の iPhone のような出し方ですね。ここから削除、分割します。1対1と2対1ができます。この分割をタスクで保持できます。残念なことにスリープでクリアされます。すべてクリア。強制分割方法です。分割対応していないアプリです。下側で分割できます。便利になりました。イコライザーの解説です。リスニング位置の設定。さらに詳細な設定ができます。再生周波数設定。音の反射を発生させます。スピーカーまでの距離を設定。各スピーカーの音量設定。ただし、の英語表記はスルーでした。ここの使い方が分かりません。低音を聞かす設定。YouTube も快適視聴できます。安らぎに満ちた天空。皆さんこんにちは。今回は簡便にテレビ視聴をする方法の解説です。 BS やし OTA でファームアップデが簡単になりました。X10 用にカスタマイズされたアプリです。インストールはここから、プレイストアからのインストールはうまく動作しません。GPS 精度の検証です。ほとんどの衛星を捕捉しています。過去一の感度です。右側が晴れた日の感度です。精度3メートルです。これにジャイロが加われば迷わないナビになります。QZSS も捕捉しています。次に、ジャイロセンサーの搭載状況を検証。このアプリで見れます。重力センサー、ジャイロセンサー、加速度センサーが確認できます。開発に期待が持てます。もちろん、モビリンクも動作します。およそ700メートル先、妻田中村を左方向です。国旗も大丈夫。ドロワーロイドアプリを導入しましょう。この状態から好きなアプリを右側にできます。Y ナビを左にモビリンクを右側に出してみました。毎度おなじみのテレビ視聴です。BS、CS も視聴できます。私はアガマで使います。このランチャーが使いやすいです。固定します。アプリ一覧が見やすいです。この一覧もタスクに残ります。Spotify の設定はここから入れます。設定をざっくり解説。最初に Wi-Fi 設定します。忘れがちな設定です。この画面でロックされます。初期パスワード、標準のランチャーです。編集したものを登録できます。これは10インチには適用しません。ここで音量バランス調整。バックカメラのガイドラインは調整できませんでした。最初に登録したいボタンをタップ。保存をタップして完了。起動時にスタートさせたいアプリ。BT 接続はここでもできます。表示サイズの変更、簡易的な GPS 表示です。サポート時に必要な情報です。ラジオ設定、わかりづらいです。自動登録、へい、あとうとう、なぞなぞ出して。レスポンスが悪いです。海の中で3匹のイルカがお風呂に入っています。でもそのうち1匹だけがヒゲを生やしています。なぜでしょうか？ Google アシスタントも使えます。これは開発途上ですね。時間でオフになります。S8 で使えた TPMS も使えます。テストパターンで発色を検証。発色ムラはありません。格子もきれいに再現されます。高精細動画をご覧ください。きれいに再現されます。各社の比較表です。あくまで個人の感想です。参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。